それはね毎日3時4時に寝ることになるわっていういろんな関係各所との調整っていうのが出てくるので分かってもらえないわけですよ。 YouTube だから普通の映像授業とは違ってこうすべきだとかもうやめなきゃいけないみたいなね壁に何回ぶつかったことが教え方日本100何位とかだって余裕で日本一になれますから今先生も何人かと交渉してますからもう時代が変わんないんだったら自分が変えるしかない。ハローで始まりましたもちゃチャンネルです。今回はですねそうですいやー始まりました、様々な企画が漂いで始まっていきいよいよ革命とか言われてますけどもそうですそこに乗り出したっていう感じなんですけどもいやー大変でしたよ。むちゃくちゃ大変でしたからねここまでやるのに。やっとですね5月ぐらいの段階でやりたかったことをやっと揃えることができました。皆さんまあ見ていただいてると思いますが漂いの方でですね、いよいよ宋先生が加入して現代文公文と揃えることができ、そして受験企画がですね始まり、まあ、トイックの方もね始まってやっとスタートすることができました。めちゃくちゃ大変だったんですよこれを OK にするまで。まあ本当にね皆さんはこの僕らがやってるとこしか見てないから裏側を見てないからいかに大変だったかとかっていうのは伝わらないのは分かってるんですけどもめちゃめちゃ大変だったこれ。これも本当調整交渉のオンパレードで超大変だった。知っての通りね、自分のチャンネルもあるし、編集もしてるし、ただ呼びの動画の編集もしてるし、それ全部やりながら、その合間合間で交渉、調節、スケジュール管理とかですね、いろんなものが入ってたんで、それはね、毎日3時4時に寝ることになるわっていう感じだったんですよ。やっとこれで僕は4月の段階でやろうと思ってたことを揃えることができたんで、いよいよですね、次の段階に進むんですけども、まあ本当に長い道のりだったんですよ。例えばやるって決まってリリースまでめちゃくちゃ時間が短かったですからその間もうほんと死ぬ気で編集して編集マン集めたりとか編集マンの管理とかね毎日やってますからねそれまだで。なんといってもやっぱりこの僕のチャンネルとは違うわけですよ。僕は全部一人で演者俺編集俺プロデュース俺みたいなねそういう形ではいかないわけですよ。ただ呼びっていうのにはいろんな人が関わってますから自分がこれやりたいからそれでポッとできるってそういうわけではないわけですよ。いろんな関係各所との調整っていうのが出てくるのでまあそれでも、まあ、予備校とかよりはあっという間にどんどんどんと進むからいいんですけど次の日とか2日後とかに言ったことがなったりできるのでそれはすごくいいんですけどやっぱりほら当然芸能界の方々ね事務所所属してますからほんとさまざまな人が動いてくれてますので本当にありがたいことに、ね、ただ呼びのためにやってくれてますから、ね、吉田カリスも滝野由美子さんも時間を割いて勉強してくれてますからね。大変だったんですよ、もうやっていくのは。本当にこのただ呼び何度ね心折れかけて何度もうダメだね、もうやめなきゃいけないとかで、もうストップしなきゃいけないみたいなね、壁に何回ぶつかったことが何度もありましたよ、それ。ぶつかるのもたくさんある。やっぱ YouTube って別世界なんで、予備校とはね。さらにね、その芸能関係の人たちのメディアともまた別じゃないですか。全然違うものなんで。結構分かってもらえないわけですよ。YouTube だから授業は普通の映像授業とは違ってこうすべきだとかって言っても分かってもらえないですし、だからサムネの重要さとかタイトルの重要さとか、でテロップ、効果をカッティング編集とかねその重要性っていうのがね伝わらないんですよ。やっぱり自分しか YouTuber じゃないからねそこには費用が発生してそれがどん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 加算でっちゃうわけですよ編集マンね。でそこを理解してもらうまでにはものすごく時間がかかったし、ただ当時のような授業をそのまま流したって YouTube では勝てないっていうのを説得するまでにめちゃくちゃ時間がかかった。そうだね、僕はだから YouTuber たちを尊敬してるし YouTube の難しさも知ってるしいろんな仕掛けをしなきゃいけないっていうのも分かってたから、だって自分自身はもうそのね投資に辞めて、ね、もう戦いに挑んでるわけですから、もう本当に時代をね、変えに行ってるわけですよ。でも年功序列だったり政治だったりそういったものがねこの渦巻いてる予備校業界、ね、ぶっちゃけ英語の先生なんて教え方日本100何位とかだって余裕で日本一になれますから、あとはどう出るかなんで。でももうこのままじゃ無理だと、こんな年功序列でチャンスも与えられない世界でやっていってもただただ将棋とかチェスのね一コマとして使われるだけで、いなくなったらまた別のコマっていうね、そういう取り替え方式ハリボテ方式のそういった世界ですから、これじゃダメだと。もう時代が変わんないんだったら
自分が変えるしかない、しょうがないです。時代っていうのは変わってくんないです。なるべく変わらないことがいいことだっていう世界ですから、だったら自分がもう変えるしかないって、そういう結論に達したわけです。でその時に、ね、新しいことをやるって言ったってなかなか分かってもらえないわけですよ。そういうの見たことないし感じたことのない、ね、そういった人たちと一緒にやるわけですよ。だから編集マンもね、プロの編集マンって言ったって授業の編集のプロじゃなかったり英語のプロじゃなかったりとかってするわけですよ。そこでもぶつかって、ね、こうしてほしい、ああしてほしいとか、こうやらなきゃいけないっていう風にやるわけです。でもそれでもやっぱり、ね、自分の理想とするものにはならないから、やっぱ最後は自分でやらなきゃいけない。まあなんかスーパーすごい編集マンとか、今の編集マンの人たちがすごい育って、ね、もう自分でできるようになる日が来れば、ね、私はそれをやらなくても済むようになるかもしれないですけど、今はもう自分がやるしかないです、最後は。とものすごい人数の人がね、関わって頑張ってくれてるので、応援してもらえればな、本当見てね、もらえて、拡散してもらえればいいんですけど、そこらもね、何度も言いますけど、してくんないから、どうせ。拡散はそれ分かってるわけです。だからツイッターとかでもさ、やっぱもう圧倒的に授業のやつは拡散されない。授業動画のリンク貼ったって拡散なんかしてくれないじゃないですか。だからちなみにいつもそれにライクしてくれたりとかリツイートしてくれる人にはめちゃくちゃ感謝してますよ。ありがたやって思ってる。もう YouTube とかっていうのはやっぱね、新しいものじゃなきゃダメなんですよ。目新しいものには食いつくけど、同じようなものが続くと見ないっていうのはそれも分かってるんで、だから授業だって最初はわーってみんな飛びつくけど、だんだん見なくなるでしょ。それがもう当たり前なんですよ。でまあ言うわけじゃないですか、いやもっと難しいレベルのものをやればいいんじゃないですかとかね、授業時間を長くすればいいんですよとかって、後ろで何が行われてるかも知らないからそういうことが言えるわけで、そんな難しいものだけ配信しちゃったら一番ね必要な視聴者、勉強っていうのはできない人の方が圧倒的に多いわけですから、そういった格差をなくすって言ってるのに、すごいレベルの高いものだけ出しちゃったら思いっきり格差をより広げることになるだけですから、全く意味がないし、ね、90分授業をやっちゃうと当然今の編集のその十何分のやつ9倍ですよ、費用。時間も9倍、毎日10分の動画ですらほぼほぼみんな前日とか当日に用意されてるのに、動画がそれが9倍とかになっちゃったらとんでもないですから、まず編集マンは無理ですね。そうすると全部自分でやんなきゃいけなくなる。そんな時間はないんですよ。で解決するのはそうです、みんなが見てもらえればいいって言うけど、そうはいかないと。だからみんなが見てくれれば簡単に長い動画も出せるし、みんなが見てくれれば簡単に先生も増やせる。でもそうは言ってもやってくれない。でだから新しいことを仕掛けていかなきゃいけないわけですよ、どんどん。だ再生数だけを求めて仕掛けることなんかできますよ、簡単に。今よりも全然再生数を伸ばす方法なんか分かっている。新しいものを出していけばいいわけですよ、授業でね。でもそうやったら成績上がんないじゃん、積み上げていかないと。だから自分の基礎英文法講座はずっと出し続けてますね、変えずにやってますね。絶対その大きい単元ね、比較のところが終わるまではずっと出し続ける。それはもう最初から決めてることなんですよ。でかといってもう再生数を保たなきゃいけないから、土日にはトイック講座をやったりとか、その受験企画をやったりとか、なんとか例えばね縮小しないように支えていかなきゃいけないわけです。だからその自腹でもやるわけですよ、土日のトイック講座もやるし、祝日もやりましたよね、ゴールデンウィーク全部あれも自腹で出したわけですよ。やっぱ毎日配信、それはやっぱ大切なことなんで、今までやったね単元の復習とかねやったりしたわけですけど、で当然なんかそういった新しいことをやるとポンと再生数上がったりするわけじゃないですかね。なんか受験企画なんかとかって言ってる人もいるけど、そういったイベントごとの方が再生数は当然高くなるわけなんですよ。でそうやってやっぱりね維持していかないといけないので、で新しい講師ってみんな言うんだけど、この先生って言うんですけど、本当に来てほしいんだったらブームを起こしなさい。そう、ムーブメントですか、ただ呼びブームみたいなんで、みんな受験生が知ってるみたいな状況にしてもらえれば呼べるんですよね。いろんな人交渉したりとか、募集が来てる人と話したりとかしてんだけど、やっぱね足りない、再生数登録者数が足りない、スポンサーを動かすのにまだ足りない、もったいない。もう次の教科に関してもいろんな話は出てるし、いろんなことやってるけど、やっぱ遠方の先生とかも呼びたいわけで、だから総先生だって関西ですから、関東で仕事がある時にしかやっぱ撮影できないわけですよ。そんなこっちがその新幹線代を持つとかっていうことはできない、やっぱ現状ではとてもじゃないですけど厳しいんで、ほんと広めてほしい。しかしそんなこと言っても SNS だろうと広めてはくれないから、どうする。だから僕が仕掛けるしかないわけですよ。自分がいろんな企画だったりとか立ててやっていくしかないわけ。革命って言ってるけど、革命を起こすのそんなに簡単なことじゃないんです。でそんなに簡単なことじゃないっていうのをね分かってもらうのが大変だった。本当にいろんな関係各所の人だったりとか、まさに視聴者とかにもね伝わんないからさ、やっぱり。で自分は
先を見てるから、でもいろんな先のことはもう動いてるんだけど、とにかくもったいない、もったいないなって思う。すごいいろんな、そのもうこうなったらスポンサーになりますよとか、ここで一緒に協力してやりましょうみたいなのは来てるので、その自分はやっぱ英語のその業界には当然コネがめちゃくちゃ広いしたくさんあるので、そういう人たちはいろいろ声かけてくれてるんで、例えばこうなったらとか、うちがこうなったらこうやっていろいろ協力できますねとかっていう話をくれるんですよ。でまだ数が足りない、それに行くには。で本当に革命的にボン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 ってでかくなるんですよ。だそこはねもったいないんですよ。だから視聴者にはタダで提供するけれども、ちゃんと成り立ってるよっていうのをね、それをね実現させたいんですよ。だからもうね、受験企画は本当にもうガチガチでやってもらってますから、怠けず毎日絶対にやってくださいって言ってますから、じゃもうこれね応援してもらわなきゃいけないわけですよね。動画のね構成とか編集にもね僕は関わるわけだから大変なんですよ。企画構成編集チェックとか要望を入れたりとか、それらもうやるんですよ。私プロの人たちと一緒にやらなきゃいけないんですよね。そんなに忙しくていいんですか、そんなにお金ももらずそんないろんなことやっていいんです。何かを変えるためにね、その痛手っていうのはつくものですから、やるんですよ。やるしかない、それを見せますから、ぜひついてきてください、ぜひ応援してください、ぜひ皆に広めてください。今先生も何人かと交渉してますから、だから引き抜いてください、引き抜いてくださいって言うのはいいですけど、引き抜ける状況を作ってください。まあ作ってくださいというより、一緒に作っていきましょうっていう感じだと思います。はい、僕はやりますから、一緒にその革命ってやつを起こしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.